ポンちゃん。ポンちゃん。はい、で。ジャン君じゃないよ。ここでした。あ、もうほぼ同じ。ジャン君早。ジャン君。ジャン君。ジャン君の毛布をかけてみよう。はい。はい。よし、ポンちゃんも来た。ポンちゃん抱いてくれた。ポンちゃん、おはよう。はいはい。ポンちゃん。ポンちゃん、ありがとう。ちょっと通りがかりに見つかったらと思って迷い猫のとこ行ってきたけど気になっちゃうのでまた後で行こうかな。ポンちゃん、迷子が見つかるといいね。もう見つかってたりするかもしれんけどね。ポンちゃんとジャン君の声を入れて流しながら行く。そしたら寄ってくるかもよ。ポンちゃん、ポンちゃん、はい。ポンちゃん、あら、あ、いた。こんな日の当たるところに。あ、ギリ当たってないじゃん。ここまでだよ、ここ。ちょっと高いところに乗りたい。あ、そうか。ね。ほっかぺついてない。そう、ほっかぺがついちゃってるんだね。今多分暑いんだよ。はい、切りましたよ。さっきまで乗ってたよね、朝は。朝はね。時間によって切り替えなきゃね。よいしょ。ジャン君、ポンちゃん。なんかジャン君が一番いいとこ撮ってるね。そうだよね。ポンちゃん、ちょっと脇にいて。混ぜてよって言ってごらん。ジャン君ちょっと開けてあげて。ポンちゃん後から来たのね。ジャン君のとこに来たかったのね。あ、落ちるよ。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、背中落ちてる。はい、落ちそうです。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん気をつけてよ。ジャン君落ちないようにね。じゃあ、お背中ほとんど落ちてますけど。ほいちゃん。日が当たると気持ちいいね。いいね。かわいい。ほいちゃん、背中の、あの、ジャンクの後ろは空いてますけど。ジャンクと一緒にいたいんだね。あ、落ちた、ほら。ほいちゃん。ちゃん落ちそうですね。はい。
はい、ポンちゃんおいで、おいで、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、おいで、そこまでかい、やポンちゃん、ポンちゃん、はい、遊びたいんじゃないの。はい、ポンちゃん、はい、ただ甘えてんの。優しそうだね。ジャン君ちょっと出かけてくるね。散歩です。散歩なんですが、ちょっと気になっている迷子の猫がいるのでですね、もしかしたら出会えるかなと思って、そのコースを散歩します。捜索ではなく散歩です。万一出会ったらいいことかなと思います。ポンちゃんもなんか喋り始めたから何って寄ってきたけど、ごめん、留守番です。行ってきます。ごめんね、ポンちゃん。あ、お尻だけちらっと見えた。サビ、サビちゃん、昨日は自転車だったのでここには来れませんでしたが、こんなとこがあるのを知ってですね、なんかここ怪しいよねっていうことになりましたので見に来ました。お寺が持っている公園みたいなんですけど、なんか竹で囲まれてて静かな公園です。お辞儀だけはしたか。天気が良かったら日向ぼっことかしてそうだけど、今ちょっと曇っちゃってね。この中とかじゃ探すわけにいかないしね。猫を見つける天才のマオイママさんが白黒の猫を見つけました。近寄ると逃げるのきっと。警戒してます。目的はチャトラさんです。今日も迷子猫さんの成果はありませんでした。結構、各家が広いのと、公園もあるし、墓地もあるし、お寺もあるし、探しようが難しいですね。これはプロに頼まないと無理か、あとは本人が帰ってくるのを待つしかないね。そんなに遠くには行かないはずとテレビでは言ってました。特に女の子だしね。女の子だしね、うん、多分マイクが拾ってないから。
さあ初めて、持ち帰り半額半額でも2000円するんだねと思ったけど、まあしょうがねえな、1枚半額なんじゃないかな。半額と半額になると思うんだけど、うん、まあよく値段が分からずに買っているので半額なんだと思って帰りましょう。さあこの坂を歩いて登ります。ただいま帰りました。寝てたね。あなたも寝てたね。結構歩き大変だったよ。坂もあるし、そして、迷い猫さんは見つけられませんでした。ちゃんと自分で帰ってくれるといいね。はい、ジェン君。あら、落ちた。はい。シャリシャリ。なんでぐるっと回るの？よいしょ、ぐるっと回って、もう、はい、一回いて、どういうこと、どういうこと、ポンちゃんも撫でてきていい？ちょっと行ってくるね。あ、ポンちゃん来た。あ、ポンちゃん。はい、ジャン君。